はい、ナム新居、今回新しいね、動画をね上げるということで、皆さんよろしくお願いします。まあね、ちょっと今月はショート動画でもですね、まあ、その件について言っているんですけれども、まあ、しばらくですね、まあ、その新入園のまあ教材の中にある、まあ、その昔のその例えばですね、新入社大津南京とかああいうのや、まあ、その総合学会とか日練習のああいうところと南入法連携教っていうのがあるんですけれども、まあ、そちらがですね、まあ、過去の古い形であったというふうに、まあ、仮にしますけれども、まあ、要は新しくできたですね、その今も残ってるその南新入とかいうああいうね、あの新入園のあれってありますけれども、あれってね、非常に強力なんですよ。で、その今までのその一連のね、その題目と比べて、その南無神妙っていう、まあ、そういうあの略式をおすすめするその理由はですね、あのそちらの方が単純にあのいいからですね。で、それによってあの助かる人が多く現れるということが分かっているからですね。で、そういう感じで、まあ、いろんなその活動の中でですね、まあ、そのああいう団体は徐々にスタイルを変えていった次第であります、うん。まあ、そういう感じに今なってましてですね。で、あの、まあ、結局、その昔の方を守る体制になった方がですね、まあ、そういうのは助かっていないんですよ。で、新しい方を受け入れた方が、まあ、助かっているという事実が昔からあってですね、まあ、その、そういう意味でもその成長というものを遂げる必要性があるんですね。で、それっていうのはまあ結局僕もそうで、かたくなに昔の題目を守っていたり昔の読経をずっと唱えていたりしたんですけれども、まあ、それが長くてさらに言うと重くてでストレス性が高いということであまりですね助からなかったんですよ。で、結果的にまあそういうのっていうのをですね、新しくできたその新入とかいうああいうのだけでですね済ませたところですね、助かったという事例が非常に多くあって、あのまあ、実際そういうふうに変えていった方々が助かるような仕組みになっているそうですね。で、ここをですね、僕もまだ未だに、友達なんかにも行ったことはありませんし、あの、なんていうか秘密として守っているところなんですよ。でもここを今回あえてその、まあ、冗談交じりでですね、南無神経とか言いながらですね、まあ、動画で、まあ、お伝えしますけれども、助かるためにはね、その新しい方の短い方略式をね使えるようになってこそなんですよね。まあ、そういう不都合な事実というものがあって、まあ、今ね、それをね、ちゃんとお伝えするという形に、まあ、なっております、はい。ですから皆さんもね、そこをよく覚えておいてください。そこを覚えておけば多分今後楽しい人生に、まあ、なってくるというふうに僕はちゃんと確信しております。あの皆さんの今のね悩まされているそういう状況を一刻でも変えていきたかった僕はですね、まあ、昨日雨の日でしたけれども、考えて考えた結果ですね、やっぱり公開するべきなんではないかということであえてね言います、この動画内で。で、娘さんもまあ助かれないと困るので、まあ、この場を借りて、ね、ちゃんとしっかりお伝えしようかなというふうに思います。はい、今までね、その小手先のなんかビタミン剤や、まあ、お水だったり、
小手先のそういう教養をお伝えしましたけれどもね、そういうことではないんですよ。そういうとそういう新しい題目というものを使えた人だけが助かるという、そういうことです。まあ、これが内部事情といってね、実はその内部 の団体だけで広まっていることなんで、まあ僕があえてこうやって言わないとわからないところなんですけれども、まあまあ、実際ね、仕事をしている方々っていうのは、まあ、みんなそういう新しいそういう宗教の方々が多いので、まあ、そこに便乗してというか、ちゃんと一緒のものにならないとか不安なわけですし、で公明党とかああいうところは不安な団体ですから、それだから無理なんでしょうけれども、まあ価値因がちゃんとあるそういうところの団体に乗じていけばですね、自然と自分もそうなれるわけであって、そういう価値のあるところをしっかりと組んでいこう、それで分かち合っていこうというところですね。うん、でまあ父親が言うそういうのは受け入れがたいですけど、僕がちゃんと童貞として、まあ、それを真面目に皆さんにお伝えすればきっと広まるだろうということで、今回は動画で直接お届けしております。きっかけはその、まあ、多くの若者に頭にハゲがあったっていうのが ところですね。で多分これは何かあるだろうってことで、いろんな研究をしていたところですね、こういうことが分かりました。うん、やっぱり一致っていうのはね、それぐらい順応性が良くなければやっぱなれないみたいで、うん、あとは男性がないっていうところ、やっぱそこでの理解しなければいけませんから、はい。まあ、多分好きだったんでしょうね、昔の池谷大作さんとか伊藤新庄さんとかああいうのね。でもまあ実際は新しくできた、まあ、ああいう女性の代表の方々が作ったものの方がよっぽど効きますよという、そういうことをですね、まあ、この動画で目指してもらいたいと思います。うん、ではご視聴ありがとうございました。では失礼します。